レミとサクラにも教えてやろう。やめろよ。ん？サクラって誰？河野サクラだよ。レミと一緒にいる生徒会役員。ああ、メガネの。メガネって言うな。そういや、生徒会とか役員って女子の方が多くね？戦国式ハーレム。石川くんって堀さんのこと好きなの？ああ、そうみたい。でもまさか京ちゃん狙いとは。相当 M じゃないと務まらんぞ。石川くんは堀さんが好き。そうだよ石川くん。なんかあれだったんだって、ついうっかり。そうね、あれはうっかりだったわ。事前に防げなかった私も悪かったのよ。うっかりうっかり。うっかりだってさ。まあどんまい。どんまいじゃねえ。もうしょうがないわね、甲羅くらいで。はこ、なにこれ。宮村。手がベトベト。宮村くんがコーラを落としちゃったんだって。ああ、もうそういうことか。気にして損した。はい。ありがとう河野さん。どういたしまして。なんだか元気がないみたい。さくら、さくら、さくら。小さくて細い体。石川くんの好きな堀さんも綺麗で可愛い人。レミにはわからないよ。